よいよ2011年のプレー級ペナントレースパシフィックリーグの開幕です。なんとしても優勝したいファイターズは本拠地札幌でライオンズを迎えての開幕戦となります。この放送の解説は田尾康さん、黒木智弘さん、お二方今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。144試合にわたる熱き戦いが幕を開けます。さあ、そして開幕のマウンドに黒木さん、はい、秋山監督は杉内を送り込みました。昨年クライマックスでね、非常にこう悔しい思いをしたと思うんですよね。ですから今年に関しては並々ならぬ気持ちで向かっていると思いますよ。なるほど、ホークスはそのエース杉内で開幕戦に臨みます。この開幕戦、黒木さん、はい、秋山監督は和田をマウンドに送り込みました。やはり開幕戦ということで一番ゲームを崩してはいけないんですよね。そういった意味ではコントロールのいいこの和田投手起用してきましたね。なるほど、ホークスはそのエース和田で開幕戦に臨みます。黒木さん、渡辺監督は涌井をマウンドに送り込みました。まあ、ライオンズのエースとすればね、涌井投手ですから、まあ、当然、開幕投手だと思いますけどね。なるほど、ライオンズはそのエース涌井で開幕戦に臨みます。黒木さん、西村監督は成瀬を送り込みました。やはりね、マリンズのスーパーエースですからね、昨年も日本一になってますんで今日のピッチングは期待したいですね。なるほど、マリンズはそのエース成瀬で開幕戦に臨みます。さあ、そして開幕のマウンドに黒木さん、はい、梨田監督はダルビッシュを送り込みました。これで日本を代表するスーパーエースですからね、もう間違いなく今日はいいピッチングしてくれると思いますよ。なるほど、ファイターズはその絶対的エースダルビッシュで開幕戦に臨みます。黒木さん、岡田監督は金子千尋を送り込みました。まあ、昨年の金子投手のね、活躍とも非常に素晴らしいものがありましたからね、まあ、そういった意味ではもう妥当なところでしょうね。なるほど、バファローズはそのエース金子千尋で開幕戦に臨みます。さあ、そして開幕のマウンドに黒木さん、はい、星野監督は岩隈を送り込みました。イーグルスには岩隈、田中と2人の両エースがいますが、ここはね、岩隈投手は来ましたね。なるほど、イーグルスはその岩隈で開幕戦に臨みます。さあ、そして開幕のマウンドに黒木さん、はい、星野監督は田中を送り込みました。まあ、昨年後半ですね、少しこう状態良くなかったということで調整もありましたが、やはり開幕に合わせてきましたね。なるほど、イーグルスはその田中で開幕戦に臨みます。この開幕戦、黒木さん、はい、落合監督は吉見をマウンドに送り込みました。昨年ね、日本一をこう逃しましたよね。そういった意味ではもう一度日本一になりたいという気持ちが強いと思いますので、この吉見投手が自分のどれだけのピッチングができるかっていうのを楽しみにしたいと思いますね。なるほど、ドラゴンズはその吉見で開幕戦に臨みます。この開幕戦、黒木さん、はい、落合監督はチェンをマウンドに送り込みました。開幕戦というのは相手チームに対しても絶対的に抑えていかなきゃいけないというパワーピッチングをしなきゃいけないんですね。そういった意味ではこのチェン投手、ストレートも速いです、コントロールもいいです、そして変化球、これは素晴らしいですから、どういうピッチングするか楽しみにしましょう。なるほど、ドラゴンズはそのチェンで開幕戦に臨みます。黒木さん、真由美監督は能見をマウンドに送り込みました。昨年1年間はね、働いてはいないんですが、非常にこのストレートの強さ、そして変化球、またコントロールもいいですので、もう凄みのあるピッチングが見れるんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど、タイガースはその能見で開幕戦に臨みます。さあ、そして開幕のマウンドに黒木さん、原監督は宇都宮を送り込みました。去年の思いがあるんじゃないですかね。なんとか宇都宮投手に頑張ってもらいたいという気持ちがあると思いますので、まあ、そういった意味ではこの開幕投手しっかりとやってもらいたいですね。なるほど、ジャイアンツはその宇都宮で開幕戦に臨みます。そしてこの開幕のマウンドに黒木さん、原監督は遠野を送り込みました。昨年ね、本当に急成長したピッチャーなんですよね。本当の意味でね、今年一本立ちしてもらいたいという思いがあるんじゃないですかね。なるほど、ジャイアンツはその遠野で開幕戦に臨みます。さあ、そして開幕のマウンドに黒木さん、はい、小川監督は石川を送り込みました。昨年前半戦で、ね、勝てなかったんですよ。ただ後半戦のその頑張り、その連勝を見ますとね、石川投手になんとかこの開幕投手取ってもらいたいという気持ちがあるでしょうね。なるほど、スワローズはその石川で開幕戦に臨みます。さあ、そして開幕のマウンドに黒木さん、はい、小川監督は立山を送り込みました。ここは石川投手じゃなく立山投手が来ましたね。この投手は非常にこうストレート、またシュートボール、フォークボールも素晴らしいボールを持ってますので、開幕素晴らしい投球してくれると思いますよ。なるほど、スワローズはその立山で開幕戦に臨みます。黒木さん、野村監督は前田健太を送り込みました。この前田投手ね、非常に気持ちの強いピッチャーで、その打者に向かっていく姿勢がもうたまらないんですよ。そういった意味ではこのカープ開幕戦、なんとか前田投手で勝ち取りたいでしょうね。なるほど、
カープはその若きエース前田健太で開幕戦に臨みます。黒木さん、小原監督は三浦を送り込みました。昨年不甲斐ない投球してるんですよ。ただ今年にかける思いは強いと思いますので期待したいですね。なるほど、ベイスターズはその三浦で開幕戦に臨みます。黒木さん、梨田監督は満を持してこの開幕戦のマウンドに指名してきましたね。いいピッチャー多いですからね。誰が来るか分かりませんでしたけどね。まあ今シーズンこのピッチャーを軸にしたいという監督の表れでしょうね。